当然面。登場当初は表示幕があり、車両番号は左下に書かれ、尾灯も左側のみであった。乗せ電気軌道50軽電車は乗せ電鉄に在籍した電車である。本校では50型と同じ設計思想に基づく60軽電車についても解説する。いずれの車両も旧来の車両の走行装置に申請した反抗性車体を乗せた。 いわゆる車体更新車で70型を改造したものが50系、半球40型を種車としたものが60系である。1953年に50系50.51、1955年に52、および60系61.62の順で、竣工した。車体の製造は52のみ、帝国車両で行われ、それ以外の車体は何は後期制である。 車体はそれまで在籍していた車両より大きく、収容力も他の車両に比して、大きい画期的な車両であった。この車両を運用するために、滝山鼓型機関にあった野党駅が廃され、代わって、うぐいすの森駅が新設されるなど、路線上の変化も起こっている。この車両を新造して以降、野瀬電鉄は阪急の中古車から車両を賄っているため、51、K、 61型は、乗せ電鉄が独自に製造した最後の車両となっている。登場した当時、秒検線には路面区間があったが、ごく短いことから、窓の加工高さを 210mm に制限して、側窓の保護棒の代替とした。窓周りの寸法は、半球810系にならっている。車体はブルーとクリームで塗り分けられ、この塗装は31系の一部にも波及した。 連結機は当初50の乗せ口型と51の妙剣型にそれぞれ取り付けられていたが、後に50の連結機は51に転用されている。60型は連結機の取り付け座はあるものの実際には装備されていない。尾灯は車両上部に2つ取り付けられている。最初に登場した51及び52は製造当初この尾灯が片側のみについていたが、後に もう片方追加され、他の車両と同じスタイルとなった。また、全車両とも、車両前面には方向膜があったが、1963年に天井を固い高した際に埋められ、この際に前面の車両番号も左下から中央に移された。五0型は、台車の関係で走行中の揺れが大きく、また、主電動機の不調が相次いだため、 1962年に 40K43.45 の機器を換装することとなった。この改造により50.51と60型は実質同型車となった。製造当初の終電装置はトロリーポールであった。後年、河川釣り下方式の変更に伴い、妙見線の瀬口妙見口間の運用から撤退する直前に全車両 Z パンタグラフに換装されている。 登乗後から、川西国鉄前から、川西の瀬口間を含む全線で運用された。1966年にの瀬口明剣口間の車両が大型化されると50.5260が廃車となった。以降、51と61が、川西国鉄前から、川西の瀬口間の折り返し運転用として残されたが、晩年はもっぱら51が使用され61は、 予備車的な扱いであった。その後、同区間の廃止に伴い1982年に廃車となった。廃車された3両の車体は、平野車庫で倉庫として使用されていたが、こちらも51.61の廃車前後に順次撤去されている。括弧内はその駅の解消前の名称の静電気軌道60軽電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。